アーキレットやっていきましょう。まずメンバー K レンジロー、 K レンジロー、ガチパーティー。なんかネタないかなと思っていろいろ考えたんだけど、面白いキャラがいなくてガチパできちゃった。で直殴りでプーニーで、魔導士はビジョンベースで倒す。で2体倒さないと中ボスを投下してしまう。で一番の注意点は魔導士の真ん中にあるドグロマークがあって、黄色と赤があるんだけど、赤色の状態にした魔導士を最後に倒すと中ボスを、防御ダウンで、黄色の状態で倒しちゃうと防御アップなので、ここが難しいと。でレンジローいる場合はベースビジョン、ビジョンベースで倒さなくとも、トライブバルスで魔導士が溶けていくと。なのでレンジローがここのアーキレットのゲーム性を打ち壊した張本人というところ。で難しいところが、赤でビジョンベース当てました、トライブバルス当てました、イエーイじゃないんだよね。モンストって敵を倒してから完全にいなくなるまでタイムラグがあるから、そこのタイムラグ中に魔導士に触れちゃって、せっかく赤で死にかけてたところを黄色に戻しちゃうみたいな。防御アップ、いらない、いらない、そういうの結構やりがち。まあ、逆もあるんだよね。だから結局黄色でビジョンベース当てて殺しました、でタイムラグ中にぶつかって赤に戻して防御ダウン。だからまあ結局2分の1っちゃ2分の1なんだけど、でガチパーチーパーチーってガチパーティーで来てるから、結構舐めて第一ステージに臨んでたら意外とボス削れてなくて、ちょっとビビって考え始めた。ようやくちょっとちゃんとやろうかなっていう。まずそうそう、ここでゲージ外して赤で倒すという、これも有効的。レンジローの時はで、中ボスたちはまあボスも含めかな、そんなに HP は高くないので結構ゴリッと削れるかな。だけどさすがに K で削り切るまではできないから、ボス削りつつの、まあなるべく魔導士を赤で倒して防御ダウンと。でレンジローはキラーがすごい刺さるから、これぐらいの HP だったらもう弱点ワンパンぐらいで持っていけると。なのでここはもう魔導士無視で、はい、グだったね第一ステージでね。1回しかチャレンジできないっていうところのプレッシャーがあるよね、 EX ステージって。そこをね、なんか難しさを強調してるよね。何回もできるんだったらね、こんなサクサクいくんだけどさ。でここも魔導士3体いるんだけど、もちろん全部倒さないと投下しちゃうと。で3体倒しちゃうと次2体かな、蘇生してくんのが2体の方がやりやすいので、最初はまあ3体思い切って倒しちゃってと。2体になった状態で赤ドクロ殺し、赤ドクロ殺し、なんだろうそれ、マムシドリンクみたいな赤ドクロ殺し、千鳥とかが言いそうだね、大赤ドクロ殺しとか。すんごい削った強っ。ここの中ボスビレディは直殴りは効きません。ビジョンベースでビレディの弱点をやっていきましょうと。めちゃくちゃ強いなレンジロー。でちなみにこの反射員、反射員池袋は直殴りで倒していく。ただ中ボスとかを倒しちゃうとこの反射員池袋は多分自動的にいなくなったかな、確か。
で、これは防御アップしている状態なので、また魔導士を大赤殺し。大赤殺し。赤ドクロ殺しか。いいや、どうでもそれは。で、防御ダウン成功したと。なので、ここはもうあと削るだけ。ビジョンベース。で、なんかね、保険かけて反射員倒しに行ったと。まあ、あんまり、もちろんだけど、これやったことないからさ、アーキレットって、あんまり。まあ、2回目か、今回で。たまにさ、ちょっとやっぱり、あ、そっか、中ボス今ビジョンベースだっけみたいになるよね。直殴りしちゃったみたいな。で、そういうミスが続くと、残り2ターン。第2ステージももうピンチじゃん。レンジロー入れてこれはないだろう。で、ここはしっかり直殴りじゃなくて、ビジョンベースでやりましょう。ビジョンベースでね。はい。しっかり、間違えずにやることやれば難しくないんだけど、変なことやっちゃうとね、痛い目に遭うよ。で、ここプニいっぱいいるから倒しましょう。で、できれば魔導士もいいですね、いいですね。で、 50% に漏れなく負けてしまって防御アップ。まあ、ここもね、うまくビジョンベースを使って赤で倒す。しかし右の魔導士生きてた、生きてた。結構さ、魔導士を赤にするっていうことを先行しちゃうと、こう魔導士を倒すルートが結構見当たらなくてみたいなね。まあ、どうしようもないときはもうどうしようもないで。で、魔導士3体来たんで、とりあえずもう一回最低2体に戻したいな。からの防御ダウン、からの防御ダウンで、反射員はレンジローでもうワンパンできるかな、確か。なので魔導士はもう無視して、この反射員池袋を倒していく。あ、ちなみにさっきから言ってる反射員池袋って、あの東京のサンシャイン池袋から撮ってるから、どうでもいいけど。で、ステージ4。右の甘いもんは直殴り、左のビレディはビジョンベースと。で、とりあえずまた魔導士が3体出てきたんで、魔導士を一掃しようかなと考えている。スノハナレンジローのトライブバルスが魔導士に行けと思ったけど、甘いもんに行ってしまったから、私の考え、甘いもん。ただ、ビジョンベースの方で魔導士を赤で倒す。防御ダウンと。で、即死まで6ターンなのかな？中ボスたちは6って書いてるけど、ピットンは5ってなってるね。でも6なのかな、きっと。で、防御ダウンしてるときは、やっぱり思い切って削るっていうことを考えた方がいいのかなと。やっぱりどうしてもね、削りつつ魔導士っていうのも意識するんだけど、結構がっちり削るは削る。で、次、また防御ダウンは防御ダウン。分けて考えた方がいいのかなとは思ったね。でもやっぱみんな保険かけたいから、やっぱ削りつつ魔導士を意識しちゃうよね。でもね、ボス戦からはターン数、即死ターンが結構長いんで、切り分けて考えた方がいいような気がする。で、魔導士が3体と。やっぱこれの繰り返しになっちゃうんだよね。で、2分の1に外れる。狙った時はさ、まあ2分の1じゃないんだろうけど、適当にやった時は2分の1じゃん。そんなこともないのか。結局自分がどこに弾くかか。で、また防御ダウンじゃなくて防御アップ。さあ、これはね、もうとにかくドクロを赤にする
っていうことを考えてるのか、違うな、きっちり考えてるな。ただ魔導士2体をビジョンベースでどうやって倒せるかなと。まあ横から行った方が縦は厳しそうで、手が滑ると、はい、いろいろ考えて手が滑って変なところに行くと。何してんねん、緊張感ないな。違う、緊張感があるから手滑るんだな。でここはもういいやと、3体やっちゃえと、手滑ったしと。2分の1勝つ防御ダウン、 OK。 でボスが残り2ターンかな。で防御ダウン、もう SS で突破していくしかないよね。ねえもう無理だよね、もうやりきるしかないね。まあこの角度であればビジョンベースもいいところ行くでしょうと。あぶねー、あぶねおーボス11分かかってる。はーい、来ましたね。でボスは直殴りでもビジョンベースでもどっちでもいけるんで、削りやすい、削りやすいね。で即死ターンが15ターンとすごく長いので、と。非常にこの懐の厚い方で、懐の深い方で、懐が厚いって要するにそれ浅いやん。懐厚かった、浅いになるやん。どうでもいい。で、二分の一に負けましてと。防御アップ。で、ここは考えてるね、さすがに。まあ、横がいいのかなとは思ったんだよね。縦だと多分反射印で減速するから、左の魔導士まで行けないと思って。そう。左の魔導士を赤にして、ビジョンベースで下から出てきて魔導士2体と。ここはいいよね。それで、あとは角度の問題。うまいね。でついでにゲージ外して安全に赤ドクロで倒す。うまい。で反射印はね、さすがにうざいよね。ここは反射印池袋を潰していくしかないと。3体までいけないかなと思ったんで、とりあえず確実に2体で2分の1に負けての防御アップ。今のはもう魔導士関係なかったからね、反射印だけ見てた。そう、あなただけ見てた。ええね。いや、なんかね、2分の1、2分の1って言ってるけど、結局それはあなたが打った結果ですから、100% だと思いますよ。違いますかね？うん、さっき私そういう風に自分で言ってたよね。聞いてなかったのかな？腹立つな。で、ここもビジョンベース、縦だね、縦。ただ、そう、赤にしたけど黄色に戻しちゃうんで、魔導士は綺麗に倒したけども黄色で倒すしかできなかったと。ユッシン、トライブバルスがね結構使える配置にいた。ここは美味しい。トライブバルスで下倒して上なんで、上の黄色に一回当たって赤にしてトライブバルスと、こういうのがレンジロー最強。はい、赤にして上殺すと。トライブバルスはでも同時処理じゃなくてタイムラグがあるんで、3体とかいるときは最終的にドイツが最後のトライブバルスだというところが分かってないと立ち回りしにくいんで、ゲームウィズさんでなんか順番出てたんで、慎重にやりたい方はそちらをどうぞ。私はノリでやりたいんで、そこまではあんまり考えていません。で、防御アップ。ただ、防御アップ。防御アップなんだけども、違うわ。防御ダウンの方ね。
まあ防御ダウンした状態で最終的に防御アップで終わっちゃう時あるんだけど、やっぱその防御アップになるまでの間にでも結構削っちゃえば、そんなにね、焦ることはない。で、ここはもう防御ダウンしてるんで、まあ、ボス特攻で抜けてもいいのかなと考えているけど、どうしても、魔導士、保険かけたいみたいに思ってんだよね。多分ね、普通に、はい、こうやって突破できるんだよね、これぐらいの HP だったら。なんかね、魔導士をね、やっぱ考えるよね。当たり前か、みんな。ボスステージ2。まあ、プに魔導士いっぱいいるんで、一旦目はとにかくどれだけ倒せるかと。うん。で、プニーは最大 HP を減らしてくる攻撃をしてくるのでと。あんまり残しておくと自身の HP がなくなっていくので、まあ、プニー優先なのかな。この場合。あとはうまくビジョンベースにも触って、OK。で、プニが HP、最大 HP を減らしてくる。で、魔導士2体とプニと。で、プニもね、やっぱり常々倒しておかないと、本当に最大 HP がどんどんなくなっていくので、ちょっとね、ここのステージもね、気をつけないといけないね。なので、プニ優先にしようかなと考えてて、で、かつ、どうやって、赤ドクロ殺しをできるか。で、防御ダウンしてるので、ボスの弱点も殴ってプニっていうコースがいいかなと。ビジョンベースは乗り。まあ、しっかり削れてるので、で、残り10ターンあるんで、で、魔導士も運よく1体のみなので、ここは楽だね。ここは楽。しかし、楽と言いつつ、魔導士倒せず。これやっぱあれだね。3体の時はもうとにかく全処理を考えて、で、手が滑ると。何回手滑っとんねん。何回手滑んねん。ほら、4体になった。とにかく4体、3体の時は全処理をして次、2体かな蘇生すんの。2体だったらいけるでしょ。なのでそういう考え方でもういっぱい出てきたらもう、はい、全処理。で、2分の1に価値、防御ダウン。で、2体蘇生。この2体蘇生の時だね、やっぱり。ここが決めて。うん。まあ、とはいえね、簡単ではないよね。うん。さあ、どうするこれは。まあ、右で1回魔導士当たって、プーニー倒すかと。いけるでしょ。それでいけるでしょ。ビジョンベースで下から出てきて魔導士もやれるから、防御。ダウンで追われる。こういうしっかりしたコースがあるときは外したくないよね。で、そろそろボス削ってもいいんじゃないかなと思うんだけどね。さあどうする。ボス特攻でいってるかな。これそうだね。ボスステージ3。右上の、ビレディは直殴りは効きませんと。なのでビジョンベースで倒していきましょうと。なのでビジョンベースが3つあるね、ここは。いいね。で、まずは魔導士を全処理すると。で、またもや 50% に外れて防御アップ。さあ、どうするどうする。レンジロー、右下のレンジローが、下の魔導士に
トライブバルスを当てると予想して、右の魔導士を赤に触れて赤にして倒す。OK。で、防御ランしたときは、もうビレディ狙ってっていいのかなと思いますね。うん。もうビレディ特攻でいいんじゃないかなと。で、魔導士もついでにまあ倒してくれればと。まあビジョンベースが2つあるんで、魔導士も自然にやってくれるケースは多いと思う。はい。で、ピレディも結構柔らかいんで、このように一旦でやれたりもしますと。なのでサクサクっとピレディは倒していった方がいいね。で、ここはレンジローのトライブバルスを左上に当てて、次右に行くから最後に死ぬ右を赤にすると。で、赤にした。あ、黄色に戻したくるくる回って、せっかく赤にしたのに黄色に戻す。そう、サイクロンショット。知らんがな。この辺結構サクサクいっちゃってるね、もう。ここはもう、あ、そうね。赤になってと。おい、右下やってないんかい。右下残し。あー、3体になった。ただ残り7ターン。HP もそんなにないと。焦らず、はい。3体やっていきましょう。で、トライブバルスの順番がわからないと。まあ、左に当てて、下、右。どっちに行くんだ？確かね、下行って右なんで、最終的に死ぬのが右なんだよね。なので、右を赤にしたい。右を赤にしたい。ナイス。あれ、トライブバルスが？トライブバルスどこ行った？あ、上のビットンにトライブバルス行っちゃったんだ。そう、上にビットンいるんだよね。うっとうしい。ビットンにトライブバルス行ったよ。これ他のステージでもあるよね、これね。あんま気づいてなかったけど。はい、防御ダウン。残り5ターン。どうだ、どうだ。どうだ、いけるんじゃない？ていうかもう SS 使っていいんじゃない？うん。そろそろ1本ぐらい打っちゃって。ちょっと余裕を持ってさ、望みたいよね。OKOKOK、ナイス。ふぅだね、本当に。で、プレイしたことがある人はわかると思うんだけど、これ動画でこうやって見てるより、100倍精神的に追い込まれてるからね。実際こう動画で見てるとさ、なんか簡単そうだなって思うじゃん。でもね、実際やってみるとね、緊張する。で、ここはいよいよレンジローのトライブバルスが関係ないステージになった。自力ステージね。まあとはいえレンジローのキラーがあるんで、うん、ずるいよね。レンジローもちつるーい。で、ここ厄介だよね。甘いもんとビレディ、こいつらが防御アップダウン。ここはうまくできたと。ここがむずい。ここの防御ダウンは貴重と。ただ反射員がいっぱいいるんで、反射員を処理したいところだね。即死まで14ターンあるんで、うん、やることをやっていこう。ただ欲張って SS でちょっとボスも削っておきたいと。ボスも削り、反射員池袋もなるべく。3体倒せなかった。だけどボスも削れたんでと。うん、この状況は少しばかり心に余裕は持てている。で、ボスが10日と。ここのさ、甘いもん、
ピレディ、これをさ、こんなでっかいやつらを、こんなでっかいやつらをドグロマーク赤にして処理しろって、これこそ本当の 50% だよね。で、甘いもんは直殴りの、ピレディはビジョン。で、甘いもん倒して、黄色で、やっぱ黄色で。これさ、本当にさ、まあ、何回触れてどこで止まってとか計算して、ピレディと甘いもんを倒す人がいるのであれば、すごい。できなくはないのかもしれないけど、一旦一旦そんなことを考えてたら私の頭はパンクします。パンクします。だったらもう思い切ってもう 50% にかけるギャンブラー。いいね。下ってるね。下ってるね。でね、もうこの辺はさ、結構考えてもしょうがないっていう気もするんだよね。そのためのボスの即死ターンが15ターンなんだと思うんだよね。だからもう本当にさ、もう狙ってできるっていうよりかは、どっちだろうってワイワイ楽しむぐらいのクエストなのかもしれないね。これで即死ターンが6ターンとか言われたら誰もやんねえよこんなクエスト。やっぱ15ターンというところがこのドキドキ感だよね。でもこの辺からはもうマジで倒すことだけを考えて、もうあとは 50% の防御ダウンにかけるみたいなノリになっていく。ここはまだちょっと考えてるかな。で、なぜかキューベを使う。なんかボスがまだ投下する前に使った方が効果があるから、とりあえず一旦遅延しようみたいな。で、うまく防御ダウンも取れたと。すごいだろ、これが僕の力だよ。いや、今のはキューベ関係ないよ、関係ない。で、そろそろボス削っておきたいね。もうワンチャンこれでいけるかなと思って、いけなかった、いけなかった。でも次防御ダウンすれば、その時がお前の死に火だ。死に火ってダサ、もっとかっこいい言い回しないのか。死に火ってそんな言葉ねえし、もっとかっこいいこと言いなさいよ。もうこの辺からはもう完全に、あ、そっか、これ遅延も含めて打ってるんだね、これ。レンジローは遅延 SS なんで、とりあえず遅延しとこうっていう感じだよね、これは。で、遅延もさせていただいたんで、もう 50% ショット。50% ショット。考えてもわからない。負けた。防御アップ。ここも 50% ショットだよね。負けた。50% か、本当に。あ、そっか、でも黄色から始まっていることによって黄色になりやすいようになってんのかな、うまく作られてんのかな。ということで、ちょっといつもは甘いもんから行くんだけど、ビレディから行ってみた。防御アップ、変わらない、変わらない。これね、もうね、考えれば絶対ここの時はここのルートっていうのが絶対あるんだけど、ちょっともうここまで来てる間に疲れてるし、もう考えたくない。ていうかすごいね。おお、やっと防御ダウンした。やっとだよ。待っていた。Wait for 防御ダウン。
これいけるっしょ。 SS ビジョンベースチョーク殴り OK。 疲れるクエスト、本当に疲れる。楽しかったね。でもね、楽しかった。まあメンバーもいいしさ。あー、次から何動画出していこう、考えよう。